これなっちゃったね。こんにちは。メンバーシップの時間でございます。速稼塾の久保です。今ね、口内炎できてるんですよ。今回のね、メンバーシップ情報なんですけども、今はもう私ね、ちょっと感じたんですけども、ブログの記事とかを読んでいくとね、こっから先は有料ですみたいな、そんな注意書きがあって、まあ、有料で課金したりとかね、会員登録を有料しないと、先の記事が読めないってこと、たまにあるんですよ。皆さんもそういう経験ないですか？今回はですね、そういった記事でも、いとも簡単に、2、3クリックで、読めちゃう、そんな裏技を紹介します。すべての記事にこの方法が通用するかどうかわかりませんけども、とりあえず、大手メディアの有料記事は無料で読めちゃいました。もしかしたら、この動画が、もしかしたらね、人の目に触れると、もしかしたら対策打って読めなくなっちゃうかもしれませんけども、今のうちは使えるみたいです。ちょっと試しにやってみてください。それじゃあ、メンバーシップは以上です。ありがとうございました。